うしようかしら。せっかくだから書き上げたいけど。挑戦するからには題材から工夫したいわよね。でも決まり事もあるし。あら、いつの間にかお日様が高いわ。こんな時はやっぱり。優しくて美味しい。相変わらず絶品だわ。いつもと具材を変えたのね。おお、旬のキノコをドンとな。これもラファエルの農園から仕入れたやつなんだぜ。正確には農園ではない。近隣の山林を購入してキノコの原木栽培を試しているのだ。原木。まあ細けいことはいいだろう。お前が作ったのに変わりはねえ。我は作っているわけではない。あくまで自然の恵みを生かして。二人とも充実しているわね。立派な料理人と農家だわ。ミカエルも演劇学校に通い始めて、今日は役作りの取材と言っていたか。ガブリエルも何かのイベントに出す絵を描いてんだろ。なんて言ったか。サザク公募展ね。でもなかなか難しくて。公募ということは、展示に至るまでに選考があるのか？そうなの。サザクフェスティバルの展覧会は、提出すれば飾ってもらえたんだけどね。へえ、絵の選考か。なんかプロの世界って感じだぜ。サザクでも伝統ある公募展で、昔は選考も厳しかったみたい。今は公序良俗に反するものを落とすのが主目的らしいけど、やっぱり意識しちゃうじゃない？題材は決まっているのか？目的地が定まっているならば、風を吹かせられるかもしれない。それがまだ、でも決まり事もあるのよね。
うわ、この絵なんかすげえな。夜空を落下する無数の鳥類、自由の象徴である翼を奪われた絶望的な光景だな。鳥の降る夜、とても有名な絵なのよ。陰鬱だけど美しくて目が離せないのよね。テーマは肖像画？つまり誰かの絵を描けってことか。ただ描くものでもないみたい。対象の内面まで汲み取って非現実的な要素も組み込みながら。目的地は把握した。こんな風はどうだ？ラファエル、トマト片手に仁王立ちして何がしてんだ？決まっている。モデルになっているのだ。我の内面はトマトだ。さあ、描いて表現するといい。どうする、ガブリエル？うん、これはありだわ。ありなのかよ！でもごめんなさい。題材や表現も含めてもう少し検討してもいい？そうか。必要ならいつでも言ってくれ。ま、なんだ、芸術のことはさっぱりだが、うまい飯ならいつでも振る舞うぜ。心配しないで。思い詰めているわけではないの。サザク公募展もね、期限までに仕上がったら一応出そうと思っているくらいで、のんびり気楽にやるわ。私は好きで絵を描いているだけの絵描き見習いだもの。え、期限か。確か最近そんな話を。あ、思い出したぜ。うちの常連客でな、画家のおっちゃんがいるんだ。いつもこの席に座っててよ。あの老紳士か。ちょうどサザク公募展に絵を出そうとしていたな。よかったら紹介するぜ。いろいろ教えてくれるかもしれねえし、画家の仲間がいりゃ心強いだろ。あら、プロの画家と交流できたら確かにいい経験になりそうだわ。でも大丈夫かしら。邪魔になってしまうかも。聞いてみるくらいはいいだろう。そこら辺は任せとけって。ここがアトリエ？はあ、立派な邸宅ね。ノックなしで入れってよ。ノックの音で周囲の家に迷惑かけたくないんだと。確かに住宅街の真ん中だけど、よっぽど来客が多いのかしら。
失礼します。ウリエルの紹介できました。ガブリエルです。ん？あなたは森の奥の清流のような気品、女神を思わせるその佇まい、そう、まさに私が求めていたモデルそのものです。あの自ら首を絞める姿が似合う。血の色は髪色と同じに設定するか。しかし最も映える構図は、期待に添えずすみませんが、私は絵描き見習いです。今はモデルはやっていなくて。絵描き？あなたのような逸材が、そんなバカな。部屋の中央にキャンバスを立てて、壁際には棚と作業用の机、整理も行き届いているわね。机の上に並んでるのは構図のアイディアやスケッチ？模写を？実は最近私も勉強にはなりません。私が描いた絵ですから。え？それは構想段階のラフです。机上のものはどれもそうですね。まさか、あなたはもしかして。レオン・モン・デューン、絵描きを生業としています。レオン先生、本当に本物の？レオン・モン・デューン、絶望の魔術師と謳われる今世で最高の画家じゃない。彼の作品を見れば魔物さえ涙を流すと言われる。絵で心を動かす天才。来客が絶えないのも当然だわ。事前に名前を聞いておけばこんなことには。そうか。そういえばウリエルさんは絵描き見習いが来ると言っていました。申し訳ありません。とても失礼なことを。いいんですよ。ウリエルさんの料理の才能に免じて、多少のことには目をつむりましょう。ガブリエルさんは私に絵を学びに来たのですか？もしかして教えていただけるんですか？拳で殴ればとても痛い。そうでしょ？拳？ああ、失礼。当然ということです。早速、絵を見せてもらいましょう。課題は自画像でいいですか？期限は今日中です。鏡や絵筆などの道具は棚のものを自由に使ってください。
自画像、つまり自分を描く肖像画。ありのまま描いていいのかしら。わからないけれど、まずは心の向くままに。ああ、バランスが変かも。でも無理に直そうとするよりも、むしろこの歪みを生かせば。できました。うん、初めて自画像を描いたのでしょう。苦労しましたか。はい、とっても。でも楽しかったです。あなたは色彩感覚に優れていますね。素朴だが色使いが上品で特徴的だ。ご自身の顔の構造もよく捉えている。その上で遊び心を盛り込んで、あえて歪ませる工夫もあります。ありがとうございます。そこは挑戦してみたところで。あなたには絵の才能がありません。公募展に絵を出すのはやめなさい。才能って、そもそも私は描き始めたばかりで。才能というものは始めたばかりの頃にこそはっきりとわかるのです。雨が降れば地面が濡れる、そうでしょう。当然と言いたいんですか。私は筆を折った方がいいと。それがあなたのためです。あなたが絵で食べていくのは不可能だ。食べていく？認識の相違があるようです。私はあくまで趣味として絵を描いています。サザク公募展は画家たちがパトロンの目に留まるため、死に物狂いで作った作品が並ぶ場です。富、名声、地位、栄光をつかみ取る戦場だ。あなたのように楽しく描いた絵など一つたりとも並びませんよ。ああ、失礼。最近は参入障壁が低いのでしたね。つい昔の基準で語ってしまった。ですが、本質は変わりません。私自身が未だにサザク公募展に作品を出し続ける覚悟も。確かに私にはプロの画家のような覚悟はありません。でも富、名声、地位、それらが絵のすべてなんですか。楽しんで描いて生まれた絵だってあってもいいのではないでしょうか。自分で楽しむのはいい。ですが公募展は他者が鑑賞し他作品と比較される場です。
あなたもすぐに思い知る。才能は絶対なのだと。そして才能への対価はやはり富や名声や地位なのです。今から私は事実を述べます。辛ければすぐに止めてください。まずあなたの自画像からはこれを描きたいという情念を一切感じません。自画像という自己表現の絵画に孤独や苦渋や劇場の欠片もない、ただなんとなく筆を動かしただけ。まるで金持ちの道楽だ。それで人の心が動きますか？才能とは溢れ出すもの。天才の絵からは情念が溢れる。教わらずともおぞましいほどに。技術はどうにでもなりますが、得意な発想や表現の根源であるこの自己主張はどうにもならない。ああ、もちろん技術面もセンスを感じません。色使いは上品だがとても凡庸です。アクシデントを利用するという発想は一丁前ですが、裏を返せば全体の計画がないということです。あなたにはモデルの才能がある。溢れ出す美を生かしては。いいえ、私がこの空の世界で興味を持ったのは絵です。この美しい世界の光景を自由に感じるままに描き出す時間が好きなんです。非常に残念です。才能は人を選べないものだ。趣味の絵を否定はしません。先ほどは強く言ってしまいましたが、サザク公募展への出品も止めません。ウリエルさんの才能ある料理の礼にあなたに絵を教えることも構いません。しかし、これが私です。最後に描いていたレオン先生の自画像、空洞になった眼から鮮血の涙が泉のように溢れて、顔は病魔に侵された薄紫色。苦悶の表情で叫びながら絵筆をへし折る痩せた老人。あの圧倒的な迫力こそレオン先生の情念で、プロフェッショナルの芸術なんだわ。大丈夫ですか？
大丈夫じゃないよね。なんか嫌なことあったよね。元天才子役の俺が話だけでも。上等じゃない。あら、今誰かそばにいたかしら。才能は絶対、楽しい絵なんて並ばない。モデルの方が向いている。だったら何だっていうの。絵は私が見つけたの。私のやりたいように絵を描いて、サザク公募展にも出品するわ。私が描きたい情念って。レオン先生の自画像。あの叫びはどこから？レオン先生がこの時期に来るってことは、サザク公募展の絵が煮詰まってる？そうとも言えますね。題材は決まったのですが、モデルの許可が出ないのです。ふーん、レオン先生はストイックだからな。モデルを拉致して描くとかやめろよ。いや、冗談だからな。あんたは芸術家にしちゃ常識人なのが売りだろ。飲むしかないよ、こんな日は。な、非常識なのが来た。すでに酒くせえ。ガブリエル君には間接的にお世話になってるんだよね。あんまりいじめないでよ。昔馴染みの俺からのお願いだ。昔馴染みとはよく言う。神経のずぶとさは変わりませんか。昔路上で劇をしていた少年、つまりあなたの才能を買って私はいろいろと投資をしたが、はい、俺は全部を無駄にしてモグラ座を解散しましたね。才能を放棄するとは私には信じがたい愚行だ。才能大好きおじさんめ、何か言いましたか？何も。本当に悪かったと思ってるよ。でもさ、レオンは死ぬまで果たす気？天才の責務ってやつは。
当然でしょう。美術学校の同期、先生、画家仲間、無名の絵描き見習い、そして父。私の才能に、そして己の才のなさに絶望した死者の上に私は立っている。いや、無職の無職だった俺よりはるかに立派だとは思うけどね。レオン・モンデューン、あんたは絶望に埋もれてやるほど弱くはないでしょ。美術評論誌やコンテストでレオン先生の評価は揃っているのね。絶望の魔術師、陰鬱な題材で心を動かす天才。手伝おうか、ミカちゃん。どうしてここがわかったの？貴様の思考をたどればわかる。レオンのことが気になるのだろ。さすがだわ。その調子なら私の役も演じられそうね。少年レオンは、絵に執着する父の意向で、半強制的に美術学校に入った。なるほど。ミカちゃんが演じた舞台は、事実に基づいているのね。レオンは、才能に執着している。他者や社会のため、自分を押し殺して描いているのだ。レオン先生にとって絵とは何ですか？呪い。その通りかもしれないわ。でもだとしたらレオン先生の情念は何？才能とは溢れ出すもの。天才の絵からは情念が溢れる。教わらずともおぞましいほどに。それも呪いでは？レオン自身も己の才能に絶望し呪っているのだろう。そう考えるのが自然かもしれないけど、なぜ彼の絵はあんなに美しいのかしら。オリース、調子はどうだ？二人とも。おい、ウリエル、図書館で大声は厳禁だ。あ、すまね。弁当を作ったテンションでピクニック気分だったぜ。ウリエルとラファエルまで。私ってそんなにわかりやすいかしら。昼飯の差し入れだ。気分転換に広場で食わねえか。味がしみしみね。心も体も喜んでいるわ。ありがとう、ウリエル。だが紙製の容器に仕切り板や紙皿まで、随分と用意周到だな。
ああ、実はこの秋から弁当販売をやってみようと思ってな。ラファエルと一緒に準備してたんだ。お弁当？客としては嬉しいけれど大変じゃない？そりゃもう大変だぜ。冷めてもうまい新メニューの開発に彩りや栄養バランス、値段の問題もな。だが俺が選んだ道だ。お前だってそうだろ。そうね、私は道を選べた。ラファエル、なぜ微動だにせず弁当を見つめているのだ？ガブリエルの絵のモデルだ。弁当を見る男はどうだろうか。雰囲気は哲学的だけれど、実は中身がないのが伝わるかも。何？なかなか言うじゃねえか。さすがのラファエルも固まってるぜ。そう？レオン先生の調子が移ったかしら。別に構わない。我は何度でもモデルに挑戦しよう。我々が星に手を伸ばすのは決して届かぬからなのだ。でも届かなくても、鳥が降り注ぐ絵か。あまりにも絶望的な光景だが、やはり目が離せない。目が離せないのよ、レオ先生の情念は。ガブリエル、何か分かったのか？みんなありがとう。おかげで進むべき道が見えたわ。私はプロフェッショナルになる。あなたには絵の才能がありません。公募展に絵を出すのはやめなさい。なるほど、そんなことがあったのか。悪かったな、ガブリエル。俺が余計なことをしちまったせいで。感謝しているわ。私にとって絵は何なのか考えてみるいい機会になったもの。結論は出たのか？
もちろんいい絵は描きたいけれど、出来だけに固執する気はない。才能がないならやめるべきなんて。俺も偏った考えだと思うぜ。やりたいことを選んでやる。それの何が悪いんだ。今になってようやくミカちゃんの気持ちが分かったわ。わらわの？ほら、モグラ座よ。あの劇団でミカちゃんたちは最後までやりたいことを貫き通した。観客に生卵を投げられても4人は満足していたと聞いた。私もミカちゃんを見習うわ。誰に何て言われたって自分の好きなものを貫き通すの。その息だ。今日は大盛りサービスするぜ。ありがとう、ウリエルお母さん。その呼び方はやめろ。全身がむずがゆくなる。なあガブリエル、昼寝を食べ終わったら少し時間をもらえないか。ここってサザク劇場よね。今日ショーホールでわらわが主演の練習公演がある。ガブリエルに見てもらいたくてな。すごいじゃない。私が見てもいいの？ああ、授業の一環だから参観という形になるがな。この日のために美術館や図書館に通って役について勉強していた。美術館にも？ミカちゃん、この公演って？レオンの一生、画家レオン・モン・デューンの生涯を描いた舞台だ。父の絵が好きだった。私の父は画家だった。だが才能には恵まれず、一家は常に困窮していた。父はなけなしのお金で私をサザク美術学校に入れた。父の絵は好きだったが、私は絵に興味などなかった。私の絵筆は重かった。父の血がべっとりとついているとさえ思えた。描いて描いて描いて、気づけば学校を首席で卒業していた。卒業制作の絵を携えて私が久々に実家へ帰ると、
なぜ、どうして神様はお前に才能を与えたのだ。私ではなくお前に、どうして。父は呪詛を吐き続けて、やがて自ら命を絶った。私の絵筆はさらに重くなった。ありがとうございました。すまないガブリエル、先生方から指導を受けていて待たせてしまったな。すごかったわ、本物のレオン先生が見えた。いや、まだまだだ。技術以前に人物や作劇の理解が甘いと散々怒られている。その手帳、また新調したの？ああ、教わったことを書き留めているとすぐに埋まってしまってな。そう、本当に頑張ってるのね。わらわがサザクフェスティバルでベナスの探偵を上演したのはモグラ座が好きだったからだ。ミカちゃん？誰に認められることもない自己満足の好き勝手、最高に熱い時間だったよ。だが今は観客のための演劇も素晴らしいものだと知った。わらわにはまだ何もない。プロフェッショナルの世界の深淵を恐る恐る覗き見る少女だ。貴様の選択には何も言うまい。しかしレオンという画家の半生と今のわらわのことは知ってほしかった。今期の企画展示、絶望の魔術師レオン展。血を吐く男。画材に自らの血と吐写物を用いたレオンの絶望を表す傑作。闇、黒の濃淡だけでここまで。そして鳥の降る夜。これが私です。私は何も知らない赤子だった。画家の苦労も知らず、ただ好き勝手にわめいて。生まれながらにシチューの味を知る者はいません。レオン先生、どうしてここに？自分の絵が客観的にどう見られるか把握するのは当然の仕事です。勉強熱心なのはいいですが、あなたに絵の才能はありません。鑑賞にとどめることをお勧めします。
あなたが才能の有無にこだわるのは、お父様のことがあったからなんですね。才能なき探求は破滅を招く。だから、私のことも止めた。本当に勉強熱心だ。そこまでわかっているなら話は早い。才能とは責務を伴う。持たざる者の思いを汲めばこそ、持つ者は最大限に生かすべきです。あなたのような美しさを得ようとしても得られない者が、この世界にどれだけいるか。強制はしませんが、あなたはモデルを務めるべきです。一つ聞かせてください。レオン先生にとって絵とは何ですか？呪いです。生涯解けることのない。レオン先生、レオン先生ですよね。ああ、やっぱりそうだ。本当に大ファンなんです。作品から漂う救われない絶望感がもうたまらなく大好きで、サインお願いします。水は上から下に流れます。そうでしょ？ああ、失礼。当然書かせてもらいます。ガブリエルさん、今日は絵を習いに？いいえ、私の情念を見せに。ほう、作品を持ってきたのですか？ご覧ください。これが私の本来の姿です。これはこれは、モデルの才能があるのも当然ですね。レオン先生、私をモデルに絵を描いてください。覚悟を決めたのですね。あなたの才能を世界に役立てると。間違いなさらないで。モデルを務めるのは一度きり。これはあなたへの感謝の印です。私は画家としてプロを目指します。何ですって？気づいたんです、あなたの抱える情念に。そこにある絵は、鳥の降る夜が表現しているのは絶望ではないということに。この羽は
私が望んだものではありません。最初からあるものです。あなたの絵の才能と同じように。飛びたくもないのに空を飛び、描きたくもないのに絵を描く。この鳥は落下しているのではない。自らの意志で飛ぶことをやめて、役割から解放されたのでは。先日の自画像もそうです。老人は絵筆を折っていた。才能の責務を放棄したのです。何が言いたいのですか。レオン先生の描く絵にはあなたの希望が詰まっている。違いますか。そうだとしても絶望に変わりはありません。飛ぶことをやめた鳥は死ぬしかない。絵筆を折る老人も病魔で瀕死だ。そうですね、現実ではそうかもしれない。でも絵の中にだけはあなたの本当の願いがある。だから人々は心を動かされるんです。届かぬものに手を伸ばすのは苦しいけれど、美しい希望だから。ガブリエルさんの評論家の才能は見抜けなかった。ですがあなたに絵の才能はないのです。趣味というならばともかく、プロを目指すなら私は。ねえレオン先生、現実で鳥を落としましょう。本当に絵筆をへし折りましょうよ。はい。もしも才能のない私が画家として認められたら、証明できると思いませんか。才能が全てではない。才能にとらわれる必要なんてないって。まさかあなたは私の羽をちぎるために画家になるとでも言うのですか。私だけでは無理でしょう。羽を持たない小鳥ですから。教えていただけませんか、あなたの絵のすべてを、この私に。私を解放する。そんな悪ふざけのような情念では心を動かす絵など描けない。あなた自身を理解できたのですか。わかりません。絵筆を動かす自由な時間が好き。本当にそれだけで。でもわからないことがわかった。だから絵を描きたいの。羽なんて広げずに地に足をつけて歩いて、その先でどんな情念を抱くのか。私を知りたいから。でしょうか。どうもこうもありません。
あなたは画家ですかと神前で問われた気分です。うなずかざるを得ないですよね、レオン先生。結局絵は出さなかったのか。ええ、納得いくものが描けなかったから。そうか、それでいいと思う。この人だかり、さすがはレオンのスペースだな。そうね、ゆっくり並びましょうか。これがレオン先生の作品？明るい色彩を使うなんて。でもいいな。美麗という言葉が似つかわしい。まるで救いの女神のようだな。そうね、自画像でこうは描けないわ。もう帰るのか？課題をもらっているの。アトリエに戻って仕上げないと。それになんだか燃えてきちゃった。ほう、これを超える肖像画を、レオン先生の生き生きした絵をいつか描き上げたいなって。